ザックさん。いやいや、やめてください。やめてくださいよ。うわー、かっこいい。信じるか信じないかはあなた次第です。どうも、カイザックです。さあ、今日なんですけども、なんとあのスピードワゴン小沢さんとコラボが決まりました。あざーす。あざーす。あざーす。さあ、何してんすか。これ若干の違和感あるでしょ。若干とかかなりあります。かなりありますよね。今までね、カジサックの部屋でこんなおしゃれな感じなかったでしょ。はい、これには理由がありまして、今回ちょっとスピードワゴンの小沢さんがちょっと YouTube チャンネルを始められたんですよ。はい、で、今日は僕、その小沢さんのチャンネルとこのカジサックがコラボレーションするんですよ。で、小沢さんのサイドのスタッフさんがこの、ハウススタジオっていうのを借りてくれたのよ。はい、なるほど。ありがたい話やで。はい、おしゃれやんか。俺マジで、俺言うときゃ、俺100万人登録いったらこういうとこ住むから。でもね、これね、今日小沢さんと僕ちょっといろいろ喋っていきたいなと思うんですけども、はい、これはね、もう言うたらもうギャグになってるかもしれんけど、はい、2人で喋るの初めてなんですよ。もうギャグでしょこれ。返せなく。はい。誰と話したことあるんですか。2人きりで。はい。2人きり。はい。フジモン。藤原の藤本さんぐらいかな。一人ですか。二人っきりやろ。あーと、ココリコ連動さんとか。でも少ないぐらいちゃうかな、二人っきりで喋るっていうのは。だからほぼほぼ二人ツーショットトークっていうのは僕初めてになるんですが、僕小沢さんはね、でも結構お世話になってまして、実は大人数とかではこう遊ばしてもらったりとか。あー、なるほど。関係性はあるんですよ。なんで全然あー初めてやわーっていう感じではない。比較的可愛がっていただいてるので、話しやすいは話しやすい。ただツーショットっていうのは初めてやから若干の緊張あるぐらい。そうなんですよ。というわけでね、本日もカジサックの部屋よろしくお願いします。間違えた、お話しします。小沢さん、来ていただいてありがとうございます。いやー、嬉しいなー。ありがとうございます。いやー、カジサックさん。いやいや、やめてください。やめてくださいよ。オサロックです。誰がオサロックや。聞いたことないですよ、オサロックって。そんな名前で YouTube やってないでしょ。よろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。なんですけども、今回この部屋がスタジオ、ハウススタジオということなんで、なんか小沢さんスタッフがちょっと用意してくれたって聞いたんですけど、普段ここで撮ってるんですか。いや、普段は、小さい一室で撮ってるんだけど、今日は別の取材もあって、そのままそこの取材の流れで。なるほど、このハウススタジオ取材されてたんですね。そうです。小沢さんが YouTube をさ始めたということなんですね。初めまして、新米 YouTuber のオサロックです。違う違うでしょ。だってそういう名前あった方がいいでしょ。いや、あった方がいいですけども、概要欄で多分お客さんが飛ぶと思うんですけども、うん、うん、飛んだ時にオザロックじゃなかったら変じゃないですか。もうじゃあこの収録終わった時にオザロックに変えてくださってたらいいですけど、変える予定はありますか。ある。じゃあオザロックになってると思う。じゃあ確かめてくださいで飛ばそうよ。ああ、悪いやつはやばいんだっけ。大丈夫です、全然大丈夫です。ぜひ皆さん、概要欄にですね、小沢さんのチャンネルの URL 貼ってるので、お願いします。ぜひ飛んでください、よろしくお願いいたします。なんですけども、そもそも小沢さんって YouTube ってどうなんですか、見てるんですか。本当にね、はい、YouTube 見ることほとんどなくて、はい、たまにあるとしたら、例えばネタ番組行く、はい、このネタやってくれって言われても、自分のネタどんなネタあったかなと思って。いや、笑い飯さん、怖い話みたいな。違う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 、ビビり、ビビり。怖かったよ。ここでお化けの話しないでしょ。初めて来る場所。ビビりですね。もう顔びっくりしましたもん。怖かった。いや、実は笑い飯さんがやっぱ同じことをおっしゃってましたね。ネタやっぱりそうですか。そう、確認のために見てる。で、ツイッターやってるんですよ、はい、僕はね、はい、で、そしたらバカリズムさんとか、はい、東京ゼロさんとか、はい、尊敬する好きな先輩たちが YouTube でネタが見れると、うん、例えば後輩でもさらばとかね、はいはい、で、え、ネタ見れんのと思って、はい、見てて、今もじゃあなお YouTube をネタ見るぐらいね。あ、でもカジュアルなの見てる。そうなんですよ、これ本当にありがたくて。そもそもなんでこのコラボが実現したかと言いますと、小沢さんから LINE いただいたんですよね。見たよ、アキナの回見たよ、面白いねって来たのよ。めちゃめちゃ嬉しくて。芸人の回結構見てんの。嬉しい。あと夜中行って好きなひらがな家ってやつとか。でね、そうで、僕ね、 LINE をねすぐ送ったんですよ。ありがとうございます、小沢さん見てくださってるんですね言うて、見てるよーって、ありがとうございます、もしよかったらチャンネル出ていただけないでしょうかって、そこで僕は LINE 打った、はい、で帰ってきたんが、寝起き以外ならいいよって書いてあれの正解が未だに分かんないもん。あれ何なの、何って言えば正解が。YouTuberっていうのかな、はい、YouTube 始めさせてもらったんだけど、はい、全く分からないのよ、うん、そしたら一番身近なところに、はい、パパパパパって駆け上がったやつがいるから、あー、ちょっといろいろ勉強したい、知りたいもん、いろんなもの。
ほんまですか、うん、僕はもうそのまま本気で小沢さんが面白いと思うことやったら僕絶対にハバババババっていくと思います。僕強敵、確実に強敵。本当にね、俺がねちょっとね昨日考えてたのは、はい、俺麻雀めちゃくちゃ好きなの。あ、はい、雀荘で、まあ、7年ぐらい働いてたことあるし、はいはいはい、バイトとかね、はい、みんなの捨て牌から俺はこういうことを考えてる、うん、今これがこういう、俺基本さ、はい、絶好調の時があれば、はい、人の愛全部言えるぐらいじゃん。だからそれを やりたいのよ。ほんまにすごいんですよ、ほんま怖いんですよ。僕もね実は何度か小沢さんの後ろでこう見させてもらったことあるんですけども、ちょっと異常ですね。僕切り方が変だもんね。切り方が明らかに変なんですよ。でももうこうやって切るもんね。読んでそういうことじゃない。そういうことじゃない。こういう切り方おかしいです。それはキングコングっぽい。やめてください。やめてください。ただ僕個人的には小沢さんも僕大リスペクトしててめちゃくちゃ面白いじゃないですか。めちゃくちゃ面白い小沢さんが見れるのって麻雀なのかな、どうなのかなって思っちゃうんですよ僕。麻雀中だとだから街積もろうとするとき積もろうネバーノーズって言うからもう絶対面白くないから。っていうか僕麻雀してて面白い人は見たことないですよ。全員面白くなくなるの。陣内さんなんかも全然思わないからね。例えば小沢さんがツイッターでねすごいかっこいいことをつぶやいたりされる時あるじゃないですか、うんうん、ああいうのとか僕もう小沢さんにしかできないことだと思うんですよ。おー、はい、ああいうのを例えばですけど分かんないですけど YouTube でやってみるとか、そうつぶやくじゃなくてなんかもう映像と一緒にとか、おー、例えばですよ、やってみるとかメインとかで面白そう、ね、それね何急に何ビビリ。いやいや、お互い様ですよ、それで言うたら。俺ね、井上咲楽ちゃんって、はい、知ってる？眉毛の太いタレントさん。あー、はい、はい、します、はい、一緒にラジオやってるんだけど、はい、まあ、若いのよ、はい、キングコングの梶原さんは知らないけど、カジサック知ってる。うわー、俺だからもう若い子そうなんだと思った。いや、確かにそれはね、確かにキングコングが今漫才やってるとこテレビでなかなか見ることないじゃん。テレビではそうですね。そうでしょ、はい、まあ、舞台ではやってるけど劇場は立ってますけど、はい、テレビで例えばバーンとキングコングの漫才これですっていうのを見る機会がない。はい、もうその子にとったら YouTuber のカジサックだって言ってたね。うわ、それはでも本当にある意味嬉しいですし、すごいよ今の時代。周りでも本当に小中高生ぐらいの子を街で僕声かけられる時カジサックですから、もはや今日ジャージ着てないんだみたいな、そんなことで顔さすってことはやっぱり時代はちょっとそうなんて、まあ僕が単純にキングオブカジュアルとしてあまりテレビに出れてないってのもでかいんですけど、いやいやいや、今日ジャージ着てないんだって言われるの鉄友以来じゃん。小沢さんってもともと吉本だったって感じなんじゃないですか。そうそう、吉本だよ。一番最初始めた時って何歳の時なんですか。20歳に NSC 入ったの。それはどこの NSC ですか。名古屋。あ、名古屋の NSC に入られて、うん、で1年間じゃあ在学して、在学して、でそっからは吉本の舞台に立ってたんですか。だって、うん、NSC だから名古屋にその当時広小路劇場っていうのがあって、はい、広小路劇場のこけら落とし誰が出たか知ってる。知らないです。ダウンタウンだよ。マジっすか。その劇場で俺と潤は始めたのスタートが、うん、へえ、それ何年ぐらい続いたんですか。吉本としてやってたのはどれぐらいなんですか。潤は24の時に東京に上京するの、はい、で俺はまあこう名古屋に残ってやってたんだけど、解散して、まあ、それこそ麻雀とか打ったりプラプラずっとしてたら、潤が東京で一緒に漫才やろうぜって言ってくれて、それは98年の夏なのよ。はい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 、はい、分かった分かったって言ったけど、まあこういう性格じゃん、あんまかってならないじゃん、はい、ならないですね。夏に言われたけど、お行く行くって言ってずっと行かなかったのよ。そしたら12月11日、はい、1998年の12月11日に、はい、俺が住んでる名古屋のマンションの前に夜中2時にトラックがプー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 ってなったから、うるせえのこの野郎って見たら、潤がトラックで来てて、ああ東京で一緒にやるって言ったじゃん、乗れよって言われて乗せられて、気がついたら今ここ。うわー、かっこいい。信じるか信じないかはあなた次第です。信じるでしょ。いや、風やないです、風やないです。すごいなぁ。98年に東京出てきたのかな。ほんまに、じゃあその時に東京からトラックで潤さん、井戸田さん、そう、迎えに来てくれて、来てなかったらほんまに、まだ麻雀やってる名古屋で、うん、うーわ、でもその気持ちで、うん、小沢さんでもやっぱり、まあ、トラックで来たから井戸田さん来たからよし行こうとは思ったけど、うん、そのやる気は別にまだ乗っかってないわけじゃないですか、うん、よし、じゃあお笑いやろうかとはあんまり。でもね、本当にね、お笑い好きなのよ。だからダウンタウン見て、うわ、お笑いすげえと思ってます、はい、中学の時に、はい、俺が NSC 入る頃に、はい、大阪にすごい人がいて、はい、千原兄弟さん。あー、すごいですね。千原兄弟さん見た時に、うわ、同世代でもこんな面白いことやってる人たちがいるんだ、うん、俺もやってみたいと思ったのは千原兄弟さん。そうなんすね。もう千原兄弟さん見てやりたいと思ったの。へえ、知らんかったです、それ。言うてます、それ。あんまり聞いたことないですけど。本人に耳元で言うぐらい。なんで、なんでそれ本人喜びますか。怒られる。怒られますよ。あ、
ってなりますよ。12月11日に東京出てきたの。はい。12月17日にもうその当時ジュンは銀座七丁目劇場に在籍してたから、銀座七丁目劇場の出番も取ってくれてたの。はいはいはい。そしたら12月31日に銀座七丁目劇場がもう閉館。ああ、で、しばらく東京には劇場がなかった。はいはい。で、俺はもう、ジュンに全部任せっぱなしだから、どうするって言ったら、ジュンが支配人のとこに言いに行ったの、はい、どうすればいいですかって言ったら、はい、じゃあ劇場できるまで好きにしたらって言われたのだって。あ、その時の支配人さんに、うん、はいはいはい。で、ジュンは、もうジュンってすごい行動的じゃん。いや、すごいっすよね、もうほんまに。だからそれこそいろんな事務所のライブ、はい、それこそ人力車のバカバカとか、はい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 、のネタ見せに全部申し込んで、はい、でネタ見せ行って渋谷にラママって分かる？ああ、ちょっとラママ新人コント大会来て東京の芸人たちみんな出てる、はい、古川雲南さん、はい、爆笑問題さん、はい、マクリームさん、ネプチューンさん、みんな出てるところに俺らも行って、そこでネタ見せ若手のコーナーがあるんだけど、はい、そこに行ったら受かって、はい、そしたら M2 カンパニーっていうバナナマンの事務所、あ、事務所、バナナマン抜群さんの事務所の社長が、はい、お前らフリーならうち来ないかって言ってくれた。おー、でもさ、その当時の俺はまだ25、6、そんな急に言われても嫌だよと思って行かなかったの。そうなんすね。ああ、チャンスとは思わなかった。全く。俺だってさ、ネタ見せ来いって言われて、ネタ見せの会場行って、じゃあ住所と名前書いてって言われたら詐欺だと思って帰ったの。嫌だよこんな名前書けなんておかしいじゃねえかって言って帰ってた。頭おかしかったいや、頭おかしいですね。で、まあ3ヶ月ぐらいその M2 の社長が言ってくれたから、3ヶ月目に M2 のネタ、何、勉強会みたいなとこ行ってたら、はい、じゃあこれから来いってなって、はい、はい、ったらその1年後に M2、 M1 の決勝行って、そこがホリプロと合併してホリプロコムになる。なるほど、そのタイミングだったんですね。そう、僕一番最初に小沢さんと会った日覚えてない。わかんない。覚えてないです、絶対。これ僕実は覚えてて、事務所対抗ライブみたいなのがあったんですよ。まだね、僕ら20歳ぐらいだったんですよ、うんうん。行った時にもう小沢さんが怖くて仕方がなかったんですよ。もう金髪やったんですよ、うんうんうん、で金髪でもう覚えてます、喫煙所で、うん、椅子とかあんのに地べた座ってるんですよ。で、なんか髪の毛これぐらいまであってずーっとこうやってるんですよ、小沢さん、うんうん、で、おはようございますって僕言ってるの、おはようっつってもずーっとこうやってるんですよやべえやつじゃんいや、やべえやつでしたよ。僕めっちゃ怖ーと思って、俺金属バットに憧れてる世代みたいに知ってる金属バットって面白い芸人だよ。知ってますよ、あの M1 の敗者復活でも面白かったですけども。覚えてらっしゃらないですか、その時の。覚えてないね。金髪でしたけどね。ロック好きだし。あ、違う、サイヤ人が好きだ。そっち全然角度ちゃうかったですからびっくりした。小沢さんにもね、まだこれ聞きたいのがですね、漫才についてなんですけど、うんうんうん、僕ほんまにすごいなって思うのが、スピードワゴンさんっていまだに月一、うん、うん、ライブは月一やってるけど、ね、漫才ライブ、トークライブ、漫才ライブ、トークライブって言って順番にやってるから、漫才新ネタ下ろしてるのは2ヶ月に。でも、それを続ける理由って何なんだろうなって。あれね、はい、俺らの同期って本当黄金なのよ。チュートリアル次長課長、ブラックマヨネーズ、はい、まあ、今ヤバくとか、タカトシとか、はい、あいつらすごいじゃん。すごいです。テレビで自分らの番組やって、MC やって、面白いこと言って、うん、あいつらに恥ずかしくない友達でいたいと思ってて、だからいい友達を持つといいことは、その友達に恥ずかしくない自分でいなきゃと思えることがいい友達持つ理由だと思うの、はい、だからあいつらに恥ずかしくないような自分らでいるためには、じゃあ俺らずっと漫才やってるもんって言える人になりたかったっていう。はあ、そういう理由があったんすか。一個はね、まだある。もう一個はね、音楽の話なんだけど、はい、ブルーハーツ大好きなの。そうですよね。で、今ブルーハーツのヒロトとマーシーはクロマニオンズってバンドやってるんだけど、はい、未だに若いやつらと一緒にライブやったり、はい、まあ、フェスとか出たりもしてるんだけど、はい、クロマニオンズって若いやつらと絡んでも一番やっぱ若いのよ。へえ。早いし熱いし、はい、で若いバンドと一緒、もうバンドって言い出しちゃったけど若い漫才師と一緒になった時に恥ずかしくないように新ネタやり続けようと思って。いや、かっこいい。全然かっこよくない、かっこよくない。それって井戸田さんも同じ気持ちなんですか。どのタイミングでそういう思いを伝えたんですか。俺ね、はい、今行って2002、2003で行って見てました。2004で甘いっていうのを作ったの、はい、え、作ったっていうのはあれって小沢さんが作ったんでしたっけ。うん、スピードワゴンのやつ全部俺が作ってるけど、もともとだから甘いっていう漫才作って、順にこういうネタなんだって言って、俺がこういうこと言ったら、最初の稽古の時は小沢さん甘いって言わせてた、言わせてたっていうか言う台本だった、はいはいはい、
稽古ってずっとそうだった、はい、いきなり本番でなんとかなんとか稽古通りなら小沢さん甘いっていうのにいきなり純客席に甘いって叫んだのよ。はい、だから甘いができたのはだから純の叫びなんだけど。そうなんすね。純勝手なことやんのよあいつ。え、それでも小沢さん的にちょ終わった後に、ね、何あれってちょ甘いって言ったらめちゃくちゃ受けたからやっぱお前すごいなって言ったけど、はぁ、でもツッコミの人って多分空気察知してこうやった方がウケるって瞬時に変えるんじゃないのかなと。伊沢さんはそれはどっちなんですか、ね、瞬時に変えたのか天然で間違えたのか。基本天然基本はそうなんだって。で、まあ、で甘いってなったら甘いってネタばっかやるようになって、はい、でテレビにお呼ばれするようになる、はい、そうするとライブ出る回数がやっぱ減るじゃん。なんとなく漫才の話、漫才の仕事避けるようになってた自分たちが。だけど純はやりたかったって、だけど俺はもういいんじゃないみたいなとこ一瞬あったのよ、うん、はい、そしたら純はで小沢さんに振り向いてもらいたくてネタやろうっていう気持ちを伝えたくてハンバーグやりだしたらしいの。気持ち悪くない？ハンバーグの話まさかハンバーグにそんな過去がみたいないやでハンバーグってやってるの見てたら小沢さんがわあやっぱネタやるの楽しいねって言ってくれる日までやるつもりだったみたいよ。ってなってくるとスピードワゴンさんってもう始まりほとんど井戸田さんですよね。全部井戸田さん全部、うん、だから M1 もそれこそ M1 1回目2001年じゃん、はい、俺出たくないって言ったの。理由は松本さんのこと好きすぎて松本さんの前でネタやりたくなかったの好きすぎて、うん、それはどういう感情なんでしょう。恥ずかしいとか恥ずかしいで M1 に出ることになったら決勝行くことになった。でそれで俺やだやりたくねえよって言ってほんまそんなんしょ。で決勝行ってねどうするじゃん。自分らがネタやる前に言ったら純が一言小沢さん明日から忙しくなるぜ小沢さん明日から忙しくなるぜかっこはそして恐ろしいのが次の日から言うほど忙しくなかった外れた外れてもうた俺本当に家にこもってずっとゲームやってたり映画見てたり雀荘でずっとマージャンやってたり、はい、もう人前で何かやるっていうより自分でなこういうことしてたいのに、はい、いつも純がいいから外来いって連れ出してくれる感じ。いつからの付き合いなんですか小村さん。でも NSC の同期珍しいですよね、うん、そこで知り合ってそこまで深く仲良くなる人ってあんまりいないと思うんですけどよっぽどあったんでしょうね。だからモテるんだろうね人に。やかましいわこれ絶対聞きたかったことがあって今モテるっておっしゃったじゃないですか、僕ね小沢さんからこれ学びたいんですけど、うん、小沢さんってむちゃくちゃ友達多いじゃないですか。本当に周りにいる人間みんな小沢さん大好きなんですよね。そんなことね、そんなことない。いやそれはあるそれはあるそれはあるってな、好きじゃないじゃんそのテンション自覚症状ないのかもしれないんですけどどうしてそんなになんて言うんでしょう友達を多く作れるのかな。そして僕出会った人の中で初めてだと思うんですけど、うんうん、僕ってどっちかっていうと深く狭くなんですよ、うんうん、井戸ね井戸ですね、うん、井戸芸人なんですよ、うん、でも海ね広く深くねそう僕ね広く深く青くしょっぱくいやそんなん言うてん言うてん言うてんそんなん海だ僕マジで初めて出会った人深く広くっていう人が、平って多分そうですよね。いや分からん広いか深いかも分からん。それきっかけは何だったんですか。もう自分で家で考えてですか。あんま考えてなかったんだけど疲れたんだと思う向いてなかったんだと思うとんがることに。逆に無理してとんがってたんですか。無理してっていうかだからやっぱロックとかパンクが大好きで、はい、とんがっていたいと思ってたの。芸人としてですかそれとも人間としてですか人としてなのか。うんまあどっちもどっちもなんですね。もうとがり続けるスイッチオンオフもないとずっととがり続けてるのがいいと思ってた。それに疲れた。だって男女問わずじゃないですか小田さん。男女問わず老若男女問わず問わずです。え老もですか。それこそね昔友達と2人で花見しようかって歩いてた。はい。そしたら大学生ぐらいが小沢さん何やってんすかとか、あ今から花見行くんだけど来るって知らない大学生ね、行く、あいいんすかとか、あいいよおいでおいでそして歩いてたら老夫婦が、あら若い人たちどこ行くんですか、あ今から花見行くんですけど来ますかって、いいんですか私たち、あ全然全然俺知らない人100人と花見したことあるなんでできんすか。もう桃太郎みたいな話だなこれ僕例えば井戸田さんに出てほしいんですとか言ったら出てくれたりする。純絶対出るよマジっすか、うん、なんか純はもう俺なんかより全然ウェルカムよ。あ、ほんまですか。僕今まで接点が実は伊藤さんとあんまりなかったんですよ。だからいつかでも純はね、俺以上にネットへの警戒心古いのよ、考え方が昭和の YouTube とか、はい、ネットのテレビとか見ないだろうし、はいはい、メールのやり方もよく知らないよね。そこまでそう、俺らもう大ジジイじゃないですか。俺だってさ
漫才の台本書いて相方に渡してほしいからコピーしてっていうメールも毎回これどうやんのみたいなねやり方全然知らないの、そう覚えようとはしない、しないね、やってくれる人いるじゃんと思っちゃう。それで言うたら多分お断りになられるんじゃないですかね、やっぱ YouTube ってことに対して。それが、純は芸人のこと大好きだから芸人っていう言い方になるのか。いや、大丈夫です、大丈夫、それは大丈夫です、はい、多分ガジュアルがこういうのやってる、出てって言ったら、あ、行く行くって言うよね。うわー、純は何でもやりたがんない、好奇心の塊だから。なるほど、なるほど、それは行動力、その行動力を聞いてたら、そうそうそう。いやだから僕今思ったのは、これで断られたら超面白いんだけど、やめてよ。つらーい。うまいね。おなげ。いや本当に、いや何やってるんですか。やる気があるっていうのを伝えたい。いや違うんですよ、おまけでもやる気あるぞ。おまけでこれやさ、おかしいでしょ。本編でやれちゃう話じゃないですか、それ。絶好調ですね。いや、おうやない。おうやないですよ。今後もね、ちょっと小沢さんまた出ていただきたいなと。ぜひぜひ。ほんまですか。本当に今度わずかね、なんか企画とかできたらいいなとか、うんうん、例えば小沢さんといえばちょっと歌だったりするじゃないですか。うんうんうん、なんか歌も、うんうんうんっていうのも変だけど。不思議でさ、歌めちゃくちゃ好きなのに歌がめちゃくちゃ俺のこと嫌いなの。歌いに嫌われた男。全然メロディーが俺から隠れようとするの。メロディーがわからないとこにあるから。こんなに愛してるのに。いつかカジサックハウスの方にね、出てもらうとか。僕あの音楽のコンテンツもちょっとやってまして、そうなんですよ、いろいろやってる中で、ね、はい、ぜひぜひ。あとね、あのオープニングでも言いましたけども、小沢さん あのチャンネルの方概要欄に貼ってあるので、皆さんぜひ飛んで見てみてください。本当に小沢さん、今日はありがとうございました。じゃあ僕がやってる YouTube の方にも来てください。もうぜひぜひぜひ。あのこれも同時配信してるんで。ああ、そうですか。はい、もう飛んでくれたら僕あのお邪魔してると思うんで、お願いします。はい、本当に小沢さんありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。